ぐ壁へジャンプし、そのまま駆け上がれ。縁にぶら下がれば左右に動ける。登るも降りるも左スティックとジャンプボタンで意のままに。R3 ボタンで主観視点へ変更できる。その目を駆使し行く先を見定めよう。忍者なら壁ぐらい走って行くがいい。壁に向かって走り込み、ジャンプするだけ。まっすぐ壁に向かって飛べ。そして壁を蹴りつけ、さらに飛べ。これをアスカ返しという。アスカ返しを連続で繰り出し、高みを極めよ。迫り来る攻撃にはガードボタンを押し続け、確実に防御せよ。防御なくし、
方向キーの左右で霊薬を選択し、方向キー下で使用せよ。己の挙動を止めずに、より素早い処方が可能となる。